皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。最近とってもお野菜、葉物にしてもトマトにしても全て全般高いので、もう野菜好きの私にしたらちょっと痛手を負ってます。そんな中、前から気になっていた場所も気にせず、なんか手軽に栽培できそうな感じで気になっていたペットボトルで、大根の方を今日から育てるのをチャレンジしたいと思います。その記録の方を今日はご紹介させていただきたいと思います。美味しい大根できるようにいっぱい情報を注いで育てていきたいと思います。 Hello everyone, how are you? Oh, thank you so much. Today, vegetables are expensive these days, so I'm thinking of growing daikon radish in plastic bottle. Okay, let's start. じゃあ頑張っていきます。まず最初にペットボトルの準備から始めます。2リッターのペットボトルの上の部分をカッターでカットをして、こんな感じでカットをして、切り口の方は、お野菜傷つけたり自分が怪我しちゃったら大変なので、ビニールテープでぐるっと、巻きつけてください。次に、ペットボトルの底の部分にブスブスブスっと水が抜ける穴をたくさん開けておきます。土を入れて、お水をしっかりかけて水分を含ませて、それからペットボトルのキャップで、土のとこグッグッと押して、こんな感じで、2センチぐらいの穴ができるので、そこに、種の方を、入れていきたいと思います。こんな感じでグッグッと押して、こうやって丸く種を入れやすい穴が開きます。はい、大根の種です。1つの穴に5粒ほど入れていきます。穴の中に種を5粒ほどずつ入れていきました。この上に土を軽くかけていきます。一旦切ります。穴を2センチほど開けて、種を5粒入れて、軽く土をかけて、ちょっとミスト状の柔らかい優しい感じでお水をかけました。これでとりあえず、完成
成です。あとは、日々お水あげたりとか気をつけながら発芽を待ちたいと思います。ありがとうございました。無事に、ペットボトルでの大根栽培の、準備完了しました。あとは発芽を待って無事に成長してくれることを祈って大事に。